こんにちは、早川純子です。映画を紹介します。この絵本は2007年にホルプ出版から発売されました。なんとこの絵本にはペーパークラフトがついています。ペーパークラフトをデザインしてくれたのは坂圭介さんです。この家館っていう館の中にヒックリーとカイルっていう主人公たちが、住んでいて生活しているお話の内容になっています。絵本を読んだ後にこの巻末についているペーパークラフトを組み立てると、なんと実際に家館が組み立てられることができて、ちょっと蛇腹で長いですね。こんな感じのペーパークラフトがついていて、実際に絵本の中に出てくる、家を組み立てて遊ぶっていうちょっと変わった面白い趣向の絵本の紹介でした。ありがとうございます。